Want to speak real Japanese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at JapanesePod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice, one version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? すみません。あの棚の上の本を見たいのですが。どの本ですか？車の本です。ちょっと待ってください。これですか？はい、そうです。どうぞ。すみません。あの棚の上の本を見たいのですが。どの本ですか？車の本です。ちょっと待ってください。これですか？はい、そうです。どうぞ。何にしますか？このピザ、美味しそうですね。私はこれにします。僕は昨日、ピザを食べたから。じゃあ、このハンバーガーはどうですか？いいですね。そうします。男の人は何にしましたか？何にしますか？このピザ、美味しそうですね。私はこれにします。僕は昨日、ピザを食べたから。じゃあ、このハンバーガーはどうですか？いいですね。そうします。はい、佐藤クリニックです。今日は何時までですか？6時までです。でも、5時半までに来てください。わかりました。はい、佐藤クリニックです。今日は何時までですか？6時までです。でも、5時半までに来てください。わかりました。今日はいい天気でした。午後、プールに行きました。そして夜、映画を見ました。午前中に勉強もしました。とても良い一日でした。今日はいい天気でした。午後、プールに行きました。そして夜、映画を見ました。午前中に勉強もしました。とても良い一日でした。息子さんのサッカーチームの写真ですね。息子さんはどれですか？これです。わあ、一番背が高いですね。私より高いですよ。息子さんのサッカーチームの写真ですね。息子さんはどれですか？これです。わあ、一番背が高いですね。私より高いですよ。今度の土曜日に僕と映画に行きませんか？いいですね。でも、午前中アルバイトがあります。アルバイトは何時に終わりますか？2時に終わります。では、3時にカフェで会いましょう。そして、4時に映画を見ませんか？はい、そうしましょう。今度の土曜日に僕と映画に行きませんか？いいですね。でも、午前中アルバイトがあります。アルバイトは何時に終わりますか？2時に終わります。では、3時にカフェで会いましょう。そして、4時に映画を見ませんか？はい、そうしましょう。白いシャツと青いシャツ、どっちがいいですか？そうですね。青いシャツがいいですよ。グレーのジャケットと合いますよ。そうですか。でも、赤いネクタイは合わないですね。そうですね。では、青じゃなくて白にします。白いシャツと青いシャツ、どっちがいいですか？そうですね。青いシャツがいいですよ。グレーのジャケットと合いますよ。そうですか。でも、赤いネクタイは合わないですね。そうですね。では、青じゃなくて白にします。すみません。スペシャルバーガーのセットをください。はい。ポテトかサラダがつきますが。サラダをお願いします。飲み物をお選びください。コーラをお願いします。すみません。スペシャルバーガーのセットをください。はい。ポテトかサラダがつきますが。サラダをお願いします。飲み物をお選びください。コーラをお願いします。今日はケーキを作りましょう。最初にバターと砂糖を混ぜます。次に卵を2つ入れます。よく混ぜてください。そして小麦粉を入れます。少し混ぜてください。それからオーブンで50分焼きます。今日はケーキを作りましょう。最初にバターと砂糖を混ぜます。次に卵を2つ入れます。よく混ぜてください。そして小麦粉を入れます。少し混ぜてください。それからオーブンで50分焼きます。今日何をしますか？私は映画に行きたいです。僕はテレビで野球の試合が見たいです。私は買い物にも行きたいです。野球の試合は1時に始まります。では、最初に映画に行きましょう。それから野球の試合を見ましょう。わかりました。そして夕方に買い物もしましょう。今日何をしますか？私は映画に行きたいです。僕はテレビで野球の試合が見たいです。私は買い物にも行きたいです。野球の試合は1時に始まります。では、最初に映画に行きましょう。それから野球の試合を見ましょう。わかりました。そして夕方に買い物もしましょう。今日の授業は難しかったです。そうですね。質問はありますか？はい、あります。じゃあ午後、オフィスに来てください。1時から4時までオフィスにいます。はい、わかりました。では、2時に行きます。今日の授業は難しかったです。そうですね。質問はありますか？はい、あります。じゃあ午後、オフィスに来てください。1時から4時までオフィスにいます。はい、わかりました。では、2時に行きます。お客様、食後にコーヒーかデザートはいかがですか？デザートは何がありますか？プリンかアップルパイがあります。コーヒーだけでいいです。砂糖とミルクは入れますか？じゃあ、ミルクをお願いします。お客様、食後にコーヒーかデザートはいかがですか？デザートは何がありますか？プリンかアップルパイがあります。コーヒーだけでいいです。砂糖とミルクは入れますか？じゃあミルクをお願いします。もしもし、ごめんなさい。30分ぐらい遅れます。そうですか。ではカフェにいますね。カフェですね。どこにありますか？本屋の隣です。カフェの前にはパン屋があります。わかりました。もしもし、ごめんなさい。30分ぐらい遅れます。そうですか。ではカフェにいますね。カフェですね。どこにありますか？本屋の隣です。カフェの前にはパン屋があります。わかりました。夏休みの予定は決めましたか？まだ決めていません。海か山に行きたいです。僕は友達と海に行きます。サーフィンをします。いいですね。一緒に行きませんか？楽しそうですね。一緒に行きましょう。夏休みの予定は決めましたか？まだ決めていません。海か山に行きたいです。僕は友達と海に行きます。サーフィンをします。いいですね。一緒に行きませんか？楽しそうですね。一緒に行きましょう。ああ、お腹が空きました。朝ごはんを食べましたか？はい、食べました。でも少しです。何を食べましたか？ヨーグルトとコーヒーだけです。少ないですね。パンや果物も食べた方がいいですよ。ああ、お腹が空きました。朝ごはんを食べましたか？はい、食べました。でも少しです。何を食べましたか？ヨーグルトとコーヒーだけです。少ないですね。パンや果物も食べた方がいいですよ。すみません。子供服はどこにありますか？5階と6階にあります。赤ちゃんの服もありますか？はい。赤ちゃんの服は6階にたくさんあります。ありがとうございます。そこに行ってみます。すみません。子供服はどこにありますか？5階と6階にあります。赤ちゃんの服もありますか？はい。赤ちゃんの服は6階にたくさんあります。ありがとうございます。そこに行ってみます。もうすぐお誕生日ですね。はい。あさってです。何歳になりますか？60歳になります。おめでとうございます。お祝いしましょう。ありがとうございます。嬉しいです。もうすぐお誕生日ですね。はい。あさってです。何歳になりますか？60歳になります。おめでとうございます。お祝いしましょう。ありがとうございます。嬉しいです。青いスカートと白いスカート、2つともいいですね。はい。白いスカートはたくさん売れています。青いスカートは少し高いですね。そうですね。でも、とても似合っていますよ。2つは買えません。白いスカートをください。かしこまりました。青いスカートと白いスカート、2つともいいですね。はい。白いスカートはたくさん売れています。青いスカートは少し高いですね。そうですね。でも、とても似合っていますよ。2つは買えません。白いスカートをください。かしこまりました。パーティーは明日ですね。誰が来ますか？私たち2人と、友達2人と、先生です。じゃあ5人ですね。あ、先生は奥さんと一緒に来ますよ。わかりました。パーティーは明日ですね。誰が来ますか？私たち2人と、友達2人と、先生です。じゃあ5人ですね。あ、先生は奥さんと一緒に来ますよ。わかりました。このベッドは大きいですね。はい。ドアの近くに置けません。部屋の奥に置きましょう。真ん中に置きますか？いいえ、隅にしましょう。わかりました。運ぶのを手伝ってもらえますか？このベッドは大きいですね。はい。ドアの近くに置けません。部屋の奥に置きましょう。真ん中に置きますか？いいえ、隅にしましょう。わかりました。運ぶのを手伝ってもらえますか？